的に小型のヒューマノイドロボットを作ってます。このロボットは雑誌についてくる部品を組み立て続けて完成させるロビーというロボットです。でこちらはロボホンで、ロボホン起きて。ロボットのスマートフォンです。なので後ろにこんなタッチ画面があって電話もできるし、ロボットとして動き回ることもできます。多分家事のような、役に立つ作業というのは、掃除は掃除ロボット、食器洗いは食洗機のようなものが担っていって、それらを束ねて人間との間に入るものとして、こういう小型のロボットが1人1台持つようになるんだろうと思っています。それはまるでゲゲゲの鬼太郎の目玉おやじとかですね、魔女の宅急便のジジみたいな感じに、友達でもあり、そしていろんなことを教えてくれるパートナーとして、一緒に暮らしていくんだと思います。ブルドーザー型で日本的じゃない感じのロボットなんで、でも一方で非常に人気があることも伺っていたので、不安と期待を抱きながら使い始めました。触ってみて思ったことは、まずはこのブロックを使いながら遊べるっていうところにコズモのユニークさを感じました。ロボットがこの離れたところにあるものを掴むというのは技術的になかなか難しくて、それができたとしても新規臭いばっかりでなかなか面白いことにならないんですけども、このコズモは非常によくデザインされていて、技術的にも優れていて、ちゃんとこのブロックを積み上げたり崩したりしながら遊べるっていうのが、そこに非常に感心しました。勝手に遊んでるとすごくこのコズモがこんな形ですけども、ある種の生命を持ってるかのように思えてくるんですよね。そこは非常に大きなポイントだなと思いました。一つ一つのちょっとした動きがちゃんとデザインされていて、昔見たディズニーの「ウォーリー」という映画を思い出しました。ちょうどその映画のプレミア試写会に呼んでいただいて、そしたらそのウォーリーのそれなりの大きさはあるんですけども、ロボットが登場しまして、それもかなりよくできてたんですよね。でそれを見てから、その映画を見てすごく感情移入をしたことを思い出しましたね。やはりこの人が作ったクリエイティブな作品、それはロボットに限らないんですけども、それを実際に手にして使ってみたりとか、その開発の裏側を知ってみたりすることというのは、自分のこのロボット作りのインスピレーションとして非常に重要なので、そういう興味を持ってこれをいじり始めたんですけども、まずはやっぱり、動き回って、そして他の物体に作用するとかね、動かす、積み上げる、そこに面白さがあって、ロビーやロボホンでももっとできたらいいのになとは感じましたね。ぜひしたいですよね。いや、ロボホンとコズモが遊んでるみたいなことが起きたらいいですよね。今ロボホン同士で会話をしたりとか、ロビ同士で会話をして一緒にダンスをしたりとか、そういう機能が入ってるんですけども、ロボットの社会性みたいなものが見えると、またぐっと生命感みたいなものが増すんで、それがまして違う形のロボット同士がそれこそメーカーを超えたりね、国を超えたりしてコミュニケーションが取れるようになると面白いですね。ぜひ見てみたいです。